株式会社ソラコムでは IoT の通信 IoT 向けのプラットフォームそれから IoT 向けのデバイスを提供している会社です IoT 向けの通信というとちょっとあの分かりにくいかもしれないんですけれどもこれがですねソラコムの,の SIM カードなんですが あの皆さん、SIM カードっていうと、スマホとかタブレットに入っているっていうのはご存知だと思うんですけども、それが入っていることで、携帯電話回線で通信ができてデータを送れるんですね。我々はそれをもの向けに、IoT 向けに提供している会社です。つまり、この SIM が自動車とか自販機とか家電とか様々なものに入ることでデータを取れたり、そのものをコントロールすることができる。 そういうようなサービスを提供させていただいています。今あのお客様一万五千以上のお客様に使っていただいていて、このソラコムのあのシムが二百万回線ですね。なので二百万個の世界中のデバイスがソラコムを通じてインターネットそれからクラウドにつながっていることになります。なるほどありがとうございます。ちなみにどういったお客さんが使っていらっしゃるんですか？ そうですね。あの、ざまな業種、大企業様からスタートアップ、それからいろいろな業界で使っていただいてるんですけれども、例えば、えっと、皆さんご存知のあの、ポケトークですね。この翻訳端末も、あの、ソラコムのシムが入っているので、世界中でつながって、その、これに話しかけると、データがクラウドに取っていって、70カ国、どの言語でも翻訳されて、すぐ翻訳が聞けるということで、こういうポケトークであったり、 あと、これもですねあの日本のスタートアップで、おったさんですね、これ、子ども向けの,あの見守り端末ですね、これもラコムのシムが入っているので、えー、お父さん、お母さん、スマホでですね子ども、今どこにいるんだろうっていつでもこうチェックできるっていうようなあのものですね、それからこれはですね、えー、日月様の,あのスペースホタルと言われるスマートメーターなんですけれども。 これ、LP ガスのガスメーターにくっつけることで、その LP ガスの残量であったり、平線、回線なんかも遠隔地からできるというようなものですね。なので、さまざまなもの、コンシューマーの機材であったり、それからこういったエネルギー業界、それから物流、いろいろなところで使っていただけるようになっています。多岐にわたるサービスを展開していらっしゃるんですね。ありがとうございます。ちなみにこう今後の 事業展開などについてはどういうふうにお考えでしょうか。そうですね。あのまず一つはまあ我々日本初のスタートアップなんですけれども、あの創業当初からですね、日本初のグローバルプラットフォームを作りたいという思いがありましたので、アメリカとイギリスにあの拠点を置いてですね、今どんどんあの人を増やしているところです。どんどんあのアメリカでもイギリスでもお客様増えてきていて。 えー、いろいろなお客様に使っていただけるようになっているのであの日本初の、えー、プラットフォーマーグローバルで使っていただけるプラットフォーマーになりたいなというふうに思っていますでまたですねあのもともと IoT の通信から始まった会社ではあるんですけれどもあのこんな便利なあの通信提供できるんだったらもっといろんなサービス提供してよというようなお客様の声が多いので、えー、とただ通信でつながるだけじゃなくてですね、えー、クラウド側のサービス データを貯めたり、データを見える化したり、それからセキュリティを高めたり、あのそういったサービスを提供していたり、また、IoT って今、まあ、いろんなソラコンもはじめ、さまざまなツールが揃ってきているので、どんな人でも、こういうものを作りたいって言ったら、一個単位から作れるようになっているんですね。なんかそういうファッションを支えられるように、例えばですね、スターターキットって呼んでるんですけれども。 ここに通信モジュールも入っていて、いろんなセンサーが入っているの超音波センサーとか、音質度センサーとか、加速度センサーとか入っているので、これを使って、ですね自分が作ってみたい IoT をすぐ作れる、例えばあのトイレが混んでないかどうかっていうのを、ドアの開閉であの取ったりとか、自分が家の外にいるときに、ペットがあの温度が低くなったり、高くなったりしてないかっていうのを取ることができたり、こういうものをですね。 スターターキットを提供していたり、あとはもっと簡単な、これ、あの、アマゾンの AWS さんと一緒に、あの、協業して作ったボタンって呼んでるものなんですけれども、これも、あの、携帯電話回線が入っていて、押すだけで、どこでも押したかとか、ダブルクリックしたかとかっていうのは出せるんですね。なので、これを使って、タクシー呼び出しボタンを作ったり、でこういうことにも使えますし、あと、これも面白くて、これ、あの、GPS マルチユニット。 呼んんでるんでるすけれども位置情報、音質度、加速度、4種類がどこでも取れるので、これを使ってですね大事な車に入れておくことで、車が盗難されないかどうかというのをチェックしたり、ですね、まあ、こういうふうに IoT を簡単にするものをどんどん提供させていただいて、我々われは IoT のつなぐを簡単にするような会社ですので、こういったサービスをどんどん拡張していきたいというふうに思っていますありがとうございます。 最後になるんですけども結構高川さんご自身のこうプラットフォームをどんどん世界に広げるチャレンジをしてい,いらっしゃるかなと思うんですけども、まあ、いわばスタートアップのオリンピックといわれるウェブサミットこう、まあ、たグローバルなチャンスについて何かこう一言いただければなというふうに思います,そうです、ね、あのウェブサミットはあのヨーロッパでも非常に有名で我々のヨーロッパチームもですね出させていただいたことがあるんですけれどもやっぱりその日本はですね、まあ非常に 恵まれた国ではあると思うんですけれども、まあ、それを作ってきたのは、えー、かつてですね、まあ、ソニーさんであったり、任天堂さんであったり、トヨタさんであったり、日本からグローバルで活躍してきた企業の方々、企業だと思うんですね。で、一方で、あの最近の,その IT の時代において、じゃあ日本初で、えー、世界中でサービスが提供できていて、お客様に愛されているサービスやプロダクトっていうのはまだまだ全然出てきてないと思うので、 我々、あの、そこに積極的に、あの、チャレンジしていきたいと思いますし、あの、ウェブサブイットもどんどん出ていきたいな、というふうに思ってます。えー、皆さんも一緒に、えー、チャレンジしていきましょう。